初代オックスフォードモーティマー伯、ロバート・ハーレー初代オックスフォードモーティマー伯爵、ロバート・ハーレーは、イギリスの貴族、政治家。アン・女王の晩年に政権を率いて、ユトレヒト条約を締結、スペイン継承戦争を終結させた。ダニエル・デ・フォーとジョナサンス・スウィーフトのパトロンとしても、知られている。議会運営の巧みさから、作詞の異名を取った。 エドワード・ハーレーと二人目の妻、アビゲール・スティーブンスの息子として、1661年12月5日に、ロンドンのボーストリートで生まれ、6日に、コベントガーデンの聖ボール教会で洗礼を受けた。1671年から1680年まで、バーフォード近くのシルトン村の学校で教育を受けた。あと、1680年から1681年まで、ユグノーの教師、 アンリフ・ベールから教育を受けた。その後、1682年にミドルテンプルに入学した。このように、幼少期のハーレーは被告教徒と保育党員となるべく育てられ、父エドワードは1678年には、息子のオックスフォード大学進学を諦めている。後に、妻のおじにあたるポール・フォーリーの影響を受けて、カントリ派、ついでトーリー党に転じることとなるが、 非国境については最後まで正式に放棄しなかった。1687年頃より庶民院議員への就任を望んだが、しばらくは機会に恵まれず、父の領地の管理と1689年3月に就任したヘレフォードシャー州長官の職務に勤しんだ。1688年の名誉革命にあたり、父と共に騎兵部隊を募ってウスターを占領し、 オラニエコー・ウィレム3世への支持を表明したことが、ホイック党支持のボス公園家に評価され、ボス公園家が支配するドレゴニー選挙区で1689年4月に行われた補欠選挙で無投票当選し、政界入りを果たした。ハーレーは5月14日に諸女演説をした後、1689年張議会で、ホイック党正党派の一員として行動した。 翌1690年イングランド総選挙では初め、ヘルフォードシャーのレンスター選挙区からの出馬を検討したが、同選挙区の情勢を検討した結果、レンスター選挙区からの撤退を決めた。ハーレーは代わりにラドノー選挙区で立候補、サーローランドグウィンと接戦の後、選挙申し立ての結果1690年11月に逆転当選を果たした。議会では、 当選が宣告された翌日に早くも庶民院の軍部、会計監査委員会に加入するなど記事に熱心で、同年12月には庶民院の公開経営員に選出された。後年にハーレーが改装したところでは、国王ウィリアム三世が1691年6月から1702年に死去するまで、たびたびハーレーを呼び出したとされ、この時は、 国政の官職に就任しなかったもののラドノーシャーでの名誉職は受け入れ以降の再選を揺るがないものにした。1693年にフォーリーラトーリー党員と共に反抗と派に転じ、1694年11月に三年議会法案を提出して可決させたほか、1696年に国家土地銀行を設立してイングランド銀行を取って代わろうとし、一旦は 設立に成功されたもののイングランド銀行の痴漢は失敗に終わった。また、1696年末に第3代順断者クサージョン・フェンウィックの試験剥奪に反対票を投じた。大同盟戦争が終わった後、1697年12月に軍の規模を1680年時点まで縮小することを主張して認められ、1698年12月にも、 イングランド陸軍を7000人に制限軍縮を行った。これにより一躍ト通りー等ーの有力者にのし上がったが、恩恵派だったため保育党や被告教徒から敵視されることもなく、1701年1月、イングランド総選挙の後、同年2月10日に議会が開会すると、120票差で第2代順段尺者アーリーチャード・オンズローを破って、庶民委員議長に選ばれた。 第三代順段尺サートマス・リトルトンもはじめ出馬を表明したが、ウィリアム3世の要請を受けて取り下げている。しかし、1701年11月、イングランド総選挙の後に行われた議長選挙ではリトルトンが再出馬し、ウィリアム3世の指示も受けたため、ハーレーは再選されたものの4票差という僅差だった。アン・ジョ王の即位に伴う1702年、イングランド総選挙の後、 10月に議長に再選、11月に議会を代表して、トーリー党所属のジョージ・ルークへの謝意を表明した。1702年に議論となった便宜的国境と禁止法案をめぐり、イングランド国境界の一派である公共会派を封じしたダニエル・デフォーが投獄されたが、ハーレーはデフォーに目をつけて援助を行い釈放させた。デフォーは、ハーレーの意を受けてパンフレット宣伝を行い、 ジャーナリズムを展開していくことになる。アンの知性では、スペイン継承戦争が課題として示され、オークラ卿シドニー・ゴドルフィンは、友人で、イングランド軍総司令官の初代、マールバラ公爵ジョン・チャーチルを大陸へ送り出して、後方でイングランドを支える役目を追っていた。ハーレイは、トーリー党員だが、恩恵派であるためゴドルフィンに協力、急進派の初代ロチェスター伯爵ローレンス・ハイドと、 第2代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチとは一戦を隠していた。1702年にロチスターが1704年にノッティンガムが政権を去ると1704年4月27日に数密顧問官に任命され、さらに同年5月18日に北部担当国務大臣に選ばれ、閣僚入りしてゴドルフィンと共に恩恵派として政権を率いる立場になった。ハーレイは 国務大臣に就任した後も1705年4月の議会解散まで庶民委員議長に留任した。しかし、1705年にホイック党が議会の与党になり、ゴドルフィンが政権運営のため閣僚にホイック党員を入れた頃から警戒し始めた。スコットランドとの合同交渉では1706年4月10日にイングランド代表の一人に選出されたが、12月に コドルフィンがスコットランドとイングランド合同の必要性と保育等の要求で第3代サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーを南部担当国務大臣に起用するとコドルフィンに不信感を抱いた案に接近した。グレートブリテン王国が成立した翌1707年に案の親友でマール・バラコーの妻サラ・ジェニングスと案が衝突。サラの10枚でハーレーの また10枚でもあるアビゲール・メイシャムが、アンの信頼を得ると、アビゲールを通して、アンの側近となり、ゴドルフィンから離れていった。1708年には、第三代順弾シャクサー・ウィリアム・ドーズが、チェスター主教に、オフスプリング・ブラック・ールが、エクセター主教に任命されたが、ゴドルフィンは二人の任命をめぐり、ハーレイが独断で、アン女王と相談して、任命を決めたと疑い、 ハーレーとアン女王がそれぞれ否認したもののハーレーとゴドルフィン・マールバラの間の不信感は増大した。1708年にゴドルフィンとマールバラ公が辞任を表明したとき、支持者がアンだけで他の閣僚や議会の反発に相逆に形勢不利となり、国務大臣を辞任して下夜した。しかし戦争の長期化に伴う政権への不満を抱く、ホイックの恩恵派やトーリーを取り込み、 1710年にロチェスター・ノッティン・マムラ急進派とも組んで巻き返しを図った。案を通して保育党員の罷免を行い、6月にサンダーランドを罷免、8月にゴドルフィンを更迭させ、財務大臣に就任して与党に返り咲いた。10月の総選挙では、トーリー党が圧勝し、完全に保育党に対してトーリー党が優位に立った。翌1711年に、 グレートブリテン貴族として、オックスフォード・モーティマー伯爵に上されるとともに、大倉卿に就任して、政権を握った。以後、同じく野党におりながら協力していった、北部担当国務大臣のヘンリー・シンジョンとともに、スペイン継承戦争終結へ邁進していくことになる。ハーレーは主要な敵国であるフランスとの和睦を考え、1七1年から、フランスの外相トルシー公ジャン・バティスト・コルベールに、 元中仏大使の初代ジャージー伯爵、エドワード・ビリアーズを通して秘密交渉を行い、1711年になって同盟国オランダに和睦を明かしたが、以後オランダにも内密でフランスとの交渉を進めていった。1711年にジャージーが休止してからは、新ジョンを加えて交渉を進め、一方でスウィフトを通して交渉の正当性を世論に訴え、 逆に同盟国を戦争を長引かせていると非難した。さらにマール・バラコーを司令官から罷免して、第2代オーモンド公爵ジェームズ・バトラーを公認に据え、保育党員が多い上院に対しては案に、働きかけて与党派の12人を貴族に、助爵、上院も抑えて和平に動いた。しかしながら1712年に他の同盟国も含めた予備交渉の段階になった内容が、 明らかになると、同盟国からの反発により再び、フランスとの秘密交渉に取り組み、オーモンドには、フランス軍と交戦しないよう命令し、トルシーとシンジオンが休戦を結ぶと、イギリス軍を引き上げさせた。同盟国の非難をよそにフランスとの和睦交渉を続け、1713年に、ユトレヒト条約を締結、海外植民地を増加させ、 イギリスの利益像となった終戦によりトーリー島及び、ハーレーは絶頂期を迎えた。しかし、トーリー島は王い継承問題をめぐって揺らいでいて、案なき後にまたいとこに当たるドイツのハノーファー選定校、ゲオルクルートビヒが後継者に選ばれていたが、アンのイボテでカトリック教徒のジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートを支持するジャコバイトも含まれていて、ハーレーはハノーファー派だったが、 ハーレーと主導権をめぐって対立していたシンジョーンはジャコバイトに肩入れしたため党内一致に失敗した。しかも大陸でマールバラコーと共にフランスと戦っていたゲオルクルートビヒはハノファを含む同盟国を見捨てた単独講話に不満を抱いていたためトーリー党があんなき後に政権を継続できる見通しがなくなっていた。おまけに ハーレーは1713年から飲酒で、しばしば体調不良になり、新ジョンに主導権を奪われ指導力の低下から案にも見限られつつあった。1714年7月27日に、ハーレーは第一大倉卿を罷免された。公認は中立派の初代シュルーズベリー公爵チャールズ・タルボットで、新ジョンは公金横領の疑いで選ばれなかったため、 トーリー島の衰退は明らかになっていった。大倉ヒメ面から4日後の8月1日に、アンが死去、ゲオル・クルートビヒが9月18日に、イギリスに上陸して、ジョージ一世の即位を出迎えたが、冷たい扱いを受けた。ハーレイは、帰り咲きがないことを悟って、ヘレフォードシャーへ引退した。しかしながら、翌1715年の総選挙で、ホイック島が対象するトロバート・ウォルポールに、 単独講和を推進した責任を問われ庶民員で弾劾、ロンドン島へ投獄された。シンジョンとオーモンドも弾劾され、ジャコバイトに合流したが、反乱は即座に鎮圧され亡命のみとなり、トーリー党はなすすべもなく没落、ホイック島は与党に返り咲き長期政権を築いていった。一方のハーレーは、ロンドン島に投獄されたままであったが、彼は1717 17年5月に、 貴族院に弾劾の審議を行う要請願を出し、貴族院はそれを受けて6月24日に審議を始めた。しかし弾劾の手続きをめぐり、両院の間で議論が紛糾、結果的には7月1日の審議に訴追者が現れなかったことで、ハーレーは無罪放免された。以降も1718年2月に貴族院で暴動法案に反対。 1719年2月に、貴族法案に反対したが、その後は、貴族院にほとんど登院しなくなった。1724年5月21日に、アルベマールストリートの自宅で死去、ブランプトン・ブライアンで埋葬された。息子のエドワード・ハーレイが釈囲を継いだ。晩年は指導力低下から足元を救われたが、ユトレヒト条約を締結した意義は大きく、イギリスが、 ヨーロッパの主要国に躍り出る一歩となった。また、海外植民地と貿易の利潤獲得により、イギリスが海外に勢力を伸ばして、海洋国家として世界進出を始めるきっかけも作り、後の大英帝国を築くもとになった。ハーレー個人の紋章、ガーター勲章を除勲したことがわかる。七百十一年五月十三日に以下の借を新規に述べされた。 1685年5月14日に、トマス・フォーリーの娘エリザベスと結婚、4人の子を、儲けた。1694年10月4日に、サイモン・ミドルトンの娘サラと再婚、子はなかった。ありがとうございます。